アルファゴ対リオは、韓国のプロ騎手である、リオと、Google ググディープマインドが開発した、コンピュータエゴプログラムアルファゴの5番勝負である。対局は、コミ7目半の中国ルールで、持ち時間は2時間で、切れると言って1分の秒読み、ただし1分単位で、合計3回の考慮時間がある。勝者は100万ベイドルの賞金を得る。もしアルファゴが勝利すれば、 賞金はユニセフを含むチャリティへ寄付される。賞金に加えて、リオは前後戦の対局料として15万ベイドル、一生に月2万ベイドルを得る。以後は長い間、AI の分野における難問とみなされており、地スや将棋でコンピュータがプロ相手に勝利を収めている中、2015年の時点でもプロ騎士の気力には遠く及ばず、 アルファゴ以外の囲碁プログラムは3種のハンディキャップをもらった青木後でも勝ったことがなかった。しかし2015年10月、アルファゴはヨーロッパ語コングレスで優勝経験のあるプロ騎士である半期と非公開の5番勝負を行い、5勝0敗で破っていた。そして2016年、今度はトッププロ騎士との対局を企画されたのがこの対戦である。 対局の模様は中国語、日本語、朝鮮語、英語の解説付きでライブ配信された。朝鮮語の配信は、ベデューク TV を通じて行われた。英語のオンライン配信は、マイケル・レドモンドとアメリカ英語協会副会長のクリス・ガー・ロックによって行われ、平均視聴者は8万人、第1局の終局近くには視聴者が10万人に達し、 フルジカラとカキヨシが解説を行った中国語での第一曲の配信はテンセントトリーコによって提供され視聴者は約6000万人に達するなど大いに注目を集めたこの対局は1997年に行われたディープブルーとガルリカスパラオフとの間の歴史的なチェス対局と比較されているアルファ語は Google DeepMind によって開発された囲碁を打つためのコンピュータプログラムである。アルファ語のアルゴリズムは機械学習とモンテカルロ目探索の組み合わせを用いており、人間の寄付による教師あり学習と自己対戦による強化の組み合わせで成り立っている。まずアルファ語はネット対局上の KGS の6段以上のアマコー社の寄付約16万曲。 約3000万手を教師にして、人間の打つ手を模倣できるように訓練され、実際に打たれた手を57%の確率で模倣できるようになった。次に、旧バージョンのアルファ5自身と考慮時間が極端に短い対局を繰り返す強化学習を行った。その結果、他の囲碁プログラムと500戦士499勝を収めるまでの記録に至った。 リートの対局に使用されるアルファ語のバージョンは反旗との対局と同等のコンピュータパワーを使う。システムは着手のデータベースは活用しない。アルファ語の作成者の一人は次のように説明した。我々はアルファ語に以後を打つようプログラムしたが、どんな手を思いつくのかは全くわからない。アルファ語の手は訓練からの創発現象である。我々は 単にデータセットと訓練アルゴリズムを作成しただけだ。しかし、アルファ語が思いつく手は我々の手を離れており、そしてごうちとして我々が思いつくものよりもずっと優れている。リオ、リオは韓国キーンに所属する。1996年に12歳でプロに商談し、それ以降に18回の世界王者となっている。リは出身の韓国において、 国民的英雄と呼ばれており、型にはまらない創造的なプレーでも知られている。リオは当初、アルファゴを大小で破るだろうと予測した。対局の数週間前、リは韓国の名人戦で勝利した。対局は5番勝負で行われ、賞金は100万米ドルである。中国ルールで、コミは7目半。持ち時間は2時間で切れると言って1分の秒読み、ただし1分単位で、 合計3回の考慮時間がある。対局は3月9日から15日までの1週間で行われ13時から始まる。この対局は韓国ソウルの4ーシーズンズホテルで2016年3月に行われライブでストリーミング配信される。ディープマインドチームのメンバーでアマチュア6段の騎士決がアルファゴの代わりに盤面に着手する。アルファゴは アメリカ合衆国に位置するサーバーを使った Google のクラウドコンピューティングによって動作する。アルファゴが第1局を勝利した。リは1局の大半を通して主導権を握っているように見えたが、アルファゴが最後の20分に優位に立ち、リが投了した。リは終局後に序盤に大きなミスを犯したと述べた。リは序盤におけるコンピュータの戦略は卓越しており、 アルファゴは人間の騎手なら打たないような手を打ったと述べた。ゴがめぐるでこの対局を解説したデビッド・オーマラードはリの黒7を序盤でアルファゴの実力を試す奇妙な手と説明した。この手を疑問手とみなし、アルファゴの王手を正確かつ効果的とみなした。オーマーラードは序盤はアルファゴがリードし、リは黒81から挽回を始めたが、 1> 黒119と黒123が疑問種であり、黒129が敗着になったと説明した。韓国企ンの長官上は、アルファゴの打ち回しは2015年10月に半期を破った時よりも大きく改善されていたと論評した。プロ囲碁騎士、マイケル・レドモンドは、コンピュータの打ち方は、ンとの対局時よりも積極的であったと述べた。カンナリリューによれば、 リオは102手目のアルファゴの教師に驚かされたようで、ある。アルファゴが第2局に勝利した。リは対局後に、アルファゴはほぼ完璧な子を打った、序盤から自分がリードしたと一度も感じなかったと述べた。アルファゴの作成者の一人デミス・ハサビスは、解説者がどちらが優勢か判断できなかったゲームの中盤からアルファゴが勝利を確信していたと述べた。韓国キーの安永吉は、 特にアルファゴの黒151、157、159を賞賛した。黒167割に紛れを求めるチャンスを与えたようにも見え、ほとんどの解説者は悪手だと断言した。しかし、後にこの手も多少の損の代わりに勝利を確実なものにするための正しい判断だったと考えられるようになった。アルファゴが第3局に勝利した。第2局の後、 騎士の間では、アルファゴの真の実力について、まだ強い疑いがあった。第三局ではこの疑いが晴れた。オーマラードは、以下のように論評した。アルファゴは、経験を積んだ騎士たちが抱く、その強さに対する疑いをすべて晴らすように、文句のつけようのない形で勝利した。アルファゴは、恐ろしさを覚えるほど、非常にうまく打ち回した。リは アルファゴに非常に厳しく一方的な攻めを見せたが、結果的にこれまで気づかれていなかったアルファゴのシーンの力を明らかにしてしまった。リーは攻めによる得を得ることができなかった。最高の中盤戦の名人である彼が、はっきり明確にオカブを奪われたのだ。安永吉とオーマラードは、この一曲はアルファゴがすべての人間の騎士よりも単純に強いことを示したとした。アルファゴは、 今までの2局では現れなかったコンピュータには判断が難しいとされてきた項でもミスは犯さなかった。アント・オーマラードは白148が特に注目に値すると考えた。複雑な項争いが起きている中、アルファゴは項争いに勝てると自信を見せ上辺の大場に先着したのである。黒番のりは項中国流を採用したが、アルファゴは白12と、 黒の大模様に打ち込んでいった。リーとしてはこの白を厳しく攻めて得を図りたいところだったが、アルファゴに簡単に裁かれてしまった。アンは、リーの黒31が敗着であった可能性が高いとしており、アメリカ英語協会のアンディ・ジャクソンは、勝敗が黒35の時点ですでに決していたと判断した。アルファゴは白48から5の主導権を握り、リーは主勢を余儀なくさせた。 リは黒77.79と反撃したが、アルファゴは白90まで局面を完明にすることに成功した。アルファゴは、下辺に大きな血模様を作り、白102から112まで、右辺や左上の白石の強化に回った。アンは一連の進行を洗練されていると表現した。リは黒115から、下辺の白地を嵐に行ったが、アルファゴは、適切に対応した。 黒131から複雑な甲を仕掛けたが、アルファゴのミスを誘うことはできず、176手目に投了した。第4局はリーが勝利した。ディープマインドのデミス・ハサビスは、アルファゴは79手目にミスをし、その時点では勝率が70%と見積もっていたが、87手目に、その推定値が突如急落したとしている。オーマーラードは十七手目から百一手目を、 典型的なモンテカルロベースのプログラムのミスと述べた。リは、アルファゴが相場ゴを好んでいるようであることから、甘し作戦を選択し、足早に変休み日を取った。駆け引きに強いアルファゴであるが、生きるか死ぬかの局面に誘導することで、アルファゴのわずかな得を重ねる力が、ほとんど無意味になる可能性があると、リは考えた。リは変休み日を取ることに集中し、 アルファゴが中央に模様を張る展開となった。李は白40から48と上辺のアルファゴの模様を嵐に行った。アルファゴは黒47と片付きで応じると右辺の白と上辺の白を絡み攻めにする構想を見せ、4個を捨て石にして黒69と上辺の白を制したかに見えた。李は白72から76と下がアルファゴは適切に対応し、 この時点で解説者らは、理の打ち回しが勝ち目のないものだと感じ始めていた。しかし、素晴らしい手筋と表現された、白78の割り込みと82の強手によって完全に形勢が逆転した。この手により、中央の白の一段は簡単には取られない石になり、難解な語になった。黒83.85は適切だったが、 黒87から101にかけてアルファゴは大悪手を連発した。理は白92と中央に手をつけた時点で優勢となり、アンは黒105を決定的な敗着とした。小寄せに入った段階でアルファゴは逆転が不可能であると判断し投了した。これは逆転の見込みがない時には投了するべきだという人間の価値観に見合うようアルファゴが 勝率が20%未満であると判断した。倍投了するよう設定されていたためである。中国議員の古字からは、白78を神の一手と形容し、この手は全く想像していなかったと述べた。案も、この一曲がリオにとっての傑作であり、以後の歴史における名曲となることは、ほぼ確実だろうと称賛した。日本議員の井山祐太も、 勝てない相手ではないこと、人間が上回っている部分があることを証明してくれた。セドル球団に敬意を表したいとリを称えた。リは試合後にアルファゴは白番の時が最も強かったと考えていると述べた。オーマーラードは黒79から87までのアルファゴの打ち方の、まだ分析できていないが、モンテカルロ目探索を用いたアルゴリズムにおける基地の、 弱点によるものと考えている。モンテカルロク探索では、重要ではないと判断された局面の木は、刈り取られるようになる。そのため、ほぼ一本堂の変化がある局面において、その変化の読みを省略してしまう危険があった。アルファゴが、第5局に勝利した。この一局は接戦だったと評された。ハサビスは、ゲームの序盤に、アルファゴが、 大きな失敗をしでかした後に追い上げたものであると述べている。第5局の手哲いは新たに握りを行って決するはずであったが、第4局終了後にリがアルファゴは白番の方が黒番より強い。強い白番相手に打ちたいと希望し、ハサビスが即座にこれを開拓したためリの黒番で行われた。黒番のリは第4局同様に地で先行する戦略をとり、 アルファゴは中央に大きな勢力を得た。形勢はそれまで互角であったが、アルファゴが右下に置いて石頭絞りの手筋を読み落として白48から58としたことで、リが主導権を握ることになった。しかし、アルファゴは代償に中央から上辺に模様を広げ、リの黒69から81までの嵐に大衆黒を小さく生かすことし成功した。 オーマーラードは、この黒の一連の動きが慎重すぎたと指摘した。白90でアルファゴは、形勢を互角に戻し、オーマーラードが、珍しいが、微妙に印象的であると評した、わずかに得な手を打った。試合で不利なりは黒167.169と、仕掛けるもアルファゴは冷静に対処した。アルファゴは、完璧な寄せで優勢を維持し、アルファゴの中押し勝ちとなった。 案は終盤の白154,186,194と特に良い手だと指摘した。数学者の I.J. Good は1965年に以下のように記している。1965年の時点ではまだ初心者程度に囲碁を打てるプログラムすら存在しなかった。コンピュータの語においては単にルールを守った語というより、 理にかなった語を打つようにコンピュータをプログラムするためには戦略の原理を形式化する、あるいは学習プログラムを設計する必要がある。以後の原理はチェスよりも質的かつ神秘的であり、判断力により依存する。したがって理にかなった語を打つようコンピュータをプログラムすることは、チェスの場合よりもさらに一層難しいだろうと私は考える。2015年まで、 旧路盤では一部のプログラムがプロ騎士に対して勝利できるだけの力を備えていたが、19路盤ではプロ騎士に立ち打ちできていなかった。人工知能の分野における多くの人々も、以後はチェスよりも人間の思考を模倣するためにより多くの要素を必要とすると考えていた。アルファゴはそれ以前の AI の取り組みとは、ニューラルネットワークを応用している点において最も大きく異なっている。 ニューラルネットワークでは評価系験則が人間によってハードコードされておらず代わりにプログラム自身によって自分自身との対局を数千万回繰り返すことによってかなりの程度まで学ぶアルファゴの開発チームでさえアルファゴがどのように石の配置を評価し次の手を選択しているかを指摘することはできないモンテカルロ木探索もアルファゴの推論効率を 改善するための主要な方法として用いられている。コンピュータ英語研究の結果は、認知科学、パターン認識、機械学習といったその他の同様の分野に応用されている。第20回サムスン火災廃世界囲碁マスターズ、開催後、囲碁人口の減少による、広報効果の減落ちにより存続の危機に立たされていた。しかしこのアルファ語の対局により、 韓国国民の囲碁に対する関心が復活し、存続が決定。しかも、夢の帰選抜戦というアマチュアの予選まで追加した。ありがとうございます。